全国の中学生の皆さん、こんにちは、ターニャンです。さあ、皆さん、小学あ、中学校のね、家法と原法も3回目ということで、いよいよね、それが混じった式ということになります。で今日もね、しっかり勉強していきましょう。それでね、今日この話をする前に、一つだけ皆さんにアドバイスなんだけど、小学校と一番違いは、中学校はね、 まあ、わかるっていうのはまず一つ大事なステップなんだけど、それをいかにね、短い時間でこう、スピーディーにやるかっていうのが、またこれ求められてきます。というのもですね、こんな私もですね、中学校の最初の中、まあ、中間試験の時に、とんでもない悪い点数を取りました。わからなかったわけじゃないんですよ。ちゃんと勉強しましたから。だけどね、時間が足りなかったんですよ。問題数がものすごい量出てきまして、 これが小学校とのギャップかなと思います。なので、皆さん、分かったっていうだけじゃなくて、自分でね、とにかく極限までスピードをアップするように、一回一回こうね、数分とかも、えー、何かなとかでこう、購買数とか思い浮かべながらやってるのは遅いので、とにかく練習あるのみです。頑張ってください。ね、後半に練習問題この動画でもあるので、そこも繰り返し見て、 もうとにかくパッパッパッってできるようにねしていってくださいねはい今日は混混合加法と元法の混じった式いきま言ってませんまあ分かったよってそれが混じって出てくるらしいぞはいこれ見てくださいでこれの解き方いく前に新しい言葉一つ出てきますから皆さんしっかり覚えてよ このね、カッコの中にある、このプラス5とかプラス6っていうところ、この数字のところを、こうって言うんですよ。で、それがプラスの場合は、正のこうって言います。それがマイナスの場合は、負のこうって言います。これは、ただの言葉なので、覚えてください。ただ、この言葉知らないと解けない問題出てきます。例えば、ね。まあ 正の項負の項ね、どれですかなんていう問題出てきたら当然解けませんよね。なので、という言葉があることが分かったよってことでまず今日一つ、理解、ね、入れてください。じゃあ、項の括弧を使わずに表しましょうって言われたらどうするかっていうと、括弧取ればいいんです。ただ、括弧取るだけだと、ね、なんかもうマイナスやプラスがもうごちゃごちゃになっちゃいますので、どうするかっていうと、 これを、下方の式に変えてください。下方の式の変え方は、前回の学習でやりましたよ。マイナスの後ろは、ね、符号が変わるんでしたよね。はい、なので、マイナス4、プラス、マイナス5、プラス、プラス6、プラス、プラス9。マイナスの後の項の符号が変わってますよ。よく見てください。こうなったら、 あとは、カッコを取るだけです。こうなりますよ。マイナス4、マイナス5、プラス6、プラス9。これが、こうだけを並べた式になります。じゃあ逆に、カッコを使って表せとか、カッコとプラスを使って表せとかっていう問題が出てきます。どうするか。はい。まず、こうはこうです。ダシャレじゃないからね。で、このこうを、まずカッコに収めてください。 ね。カッコに収めました。どうするか。あとは、プラスでつなぎます。なので、こうなります。ね。マイナス4、プラス、マイナス5、プラス、プラス6、プラス、プラス9。簡単でしょここまでね。はい。っていうふうになります。ここまでは、まあ、単純な知識のやつですね。じゃあ、それどう、この後ね、計算するよっていうことで、計算までいきますよ、今日ね。 じゃあ、まず、下方に変えてください。ね。混合で出てきたら。とにかくね、こう、計算は基本下方に変えますから。はい。マイナスの符号を見つけたら、ここをプラスに変えたい。プラスに変えるためには、後ろが変わるんだよね。はい、こうなりました。早いっていう人は動画ちょっと止めてんだよ。いいはい、こうなりましたよ。皆さんよく見てね。で、こうだけ取り出しました。 そしたら、これどう計算するかなんだけど、同じ符号のところ同士は合わせてください。なので、マイナス9プラス15となります。ね、マイナス、マイナス4とマイナス5なんだから、マイナスマイナスでしょプラス6プラス9だからね。はい。なので、6となります。で、ここ、前回までの学習なら、プラス6ってなりそうだよね。でも、 式の頭とか答えの時とかのこのイコールの直後にね、もう先頭に来る数字のところのプラスっていうのは省略するんです。なので6です。はい。じゃあここまで見てね。まずは一つ目、下方の式にする。うん。項だけ並べる。括弧取るってことね。で、あとは便利なように 交換法則や結合法則を使って計算する。式や答えの先頭にプラスが来たときは省略するよ。まずここまでいいでしょうか。はい。ということで、今日はもう練習問題です。こっからは練習問題を通して、もう自分の中でね、体にこう、染み付くというかね、スムーズに出れるようにやっていきますからね。はい。マイナス4、プラス、 プラス9、プラス、マイナス1。これ全部下法だよね。なのでそのままもうピッピッピッって取り出しちゃいます。マイナス4、プラス9、マイナス1。はい、次。これマイナス4とマイナス1まとめるか。ね。あとはプラス9と。なので、9、マイナス4、マイナス1っていう風になります。まあ、交換法則って書いてるけどね。したら、9とマイナス5になるから、 答えは4となります。簡単でしょで、このね、9とマイナス5ってこう、まとめてるけど、これ1年生の勉強、小学校の。9人来ました、いました、4人帰りました、また1人帰りました。帰った人まとめて5人でしょっていうのと変わりありません。はい。じゃあ次いくよ。今度は、原法を混じってますね。 はい、原法のところは、下方に変えますから、このマイナス、マイナス7のところが、プラスに変わるんですよね。下方にすると。もう、私より先に、やってくださいよ。はい、ここが、こうなります。で、こうだけ取り出すと、はい、8、プラス7、マイナス1です。これも、1年生の算数ですからね。まあ、そう言わずにやりますか。 で、前二つ合わせると、15、1。答えは、14となります。で、ここ。一気にここに飛べる人はね、飛んでいいですよ。もうね。プラス8のところからね、マイナス、マイナス7っていうところを、下方の式に変えるっていう二段目のところを飛ばして3段、三段目に行っても、それはもう構いません。はい。だんだん慣れたらそういう風にしてきますからね。 マイナスとマイナスはプラスだっていう風に、閉じちゃってください。また下方にしましょう。ここのところと、後ろのところありますから気をつけてね。はい。プラス8、プラス、マイナス7、プラス、プラス1です。はい。で、カッコを取ると、こうなります。8、マイナス7、プラス1。プラスとマイナス、 一応並び替えてみますか。8とプラス1ね。8プラス1、マイナス7。なので前2つはこれ9だよね。9 7は2です。それから、ここ、一気にワープしても構いませんよって話です。でマイナスとプラスはマイナスですね。でちなみに8 7は1。1たす1は2。ね。これでも OK でしょう。じゃあ次です。どうする 小数だ。変わりません。まずは下方に変えてください。はい。マイナス2.5、プラス、プラス2.6、プラス、プラス3.6です。で、この時に、どうするか。下方同士合わせるとさ、後半ね、まず先に2.6たす3.6するよね。でも私はね、こういう時はね、前2つやった方が早いと思うよ。見てて。ここやったらさ、どうなる ここやったら0.1になるでしょ、これ。ね、0.1たす3.6になるよね。なので答えは3.7です。なので、必ずしも同じ符号同士まとめればいいっていわけではないから。ここはセンスです。じゃあ次、どうするみんな。まあ、動画ちょっと止めてもいいよ。でもここね、前から順番にやったりしない方がいいと思うよ、これね。まあ、でもまずは下方に変えましょう。はい。 下方に変えました。マイナス4.8ね。マイナス1.5。こっからだね。プラス3.6、プラス1.5です。はい。私ならこうします。順番変えてね。マイナス4.8、プラス3.6。で、マイナス1.5、プラス1.5。もう気づいたね。後ろ二つは0になるよ。ということは、ここだけ計算すればいいと。4.8と3.6の差を求めるんですよ。 4.8-3.6-1.2ってなります。ここの計算で今困った人は前の動画を見てください。はい。じゃあ次。どうしますか。まずはカッコ外しましょう。はい。どこ計算するか。はい。で、10-9.5するんだよね、ここね。困ったら4年生の小数に戻ってください。はい。 答えはマイナス0.5です。はい、どうだ。今度はまたね、下方の式に変えてください。マイナス26、プラス21、プラス0、マイナス7だよ。で、もうこのプラス0っていうのはもうこの時点でもう省いちゃっていいでしょう。で、この時にどう計算するか。マイナス同士合わせるのもいいけど、マイナス26、プラス21を先やっちゃったら、 ね。私は数字小さい方が好きなので、前側でマイナス5。ね。マイナス5、マイナス7だから、マイナス12だよね。なので、数字が小さくなるっていうのもセンスだな。はい、これ。下方に変えます。もうカッコ取っちゃいました、一気に。こういうことです。ね。え、14、マイナス3、プラス1.5、プラス4。さあ、どうするこれ。 ね前から順番に行く合わせるこれね、私だったらま、まず前二つと後ろ二つにするかな。前二つだったら11でしょ後ろ二つだったら5.5でしょこんな風にやると、こう、数字がものすごく大きくなったりしないので、二個ずつ合わせるとか。これも OK です。はい、なので、11たす5.5は16.5ですね。はい。うーわーと思うでしょ でもちょっと落ち着いてみて。これが慣れなんですよ。こう、まず、こういう風うに並び替えてみてください。何がいいと思うこう並び替えたら。ね。みんな動画止めてね。私沈黙してたらこれ、もうみんなここで動画見るのやめちゃうから。先行くよ。マイナス7.8プラス0.8でここ7になるでしょ。3.4。 マイナス3点ここ0になるでしょ。マイナス1.5プラス0.25で、ここ1になるよね。マイナス1になるよね。なので、同符号同士の、や、和が0や整数になるニ数を見つけて計算するといいわけです。マイナス7、マイナス1、マイナス8。なんかごちゃごちゃごちゃって書いてるけど、並び替えただけで、マイナス7、マイナス1ってなるわけです。 はい。いよいよ、もうね、後半ですよ。これもどうでしょうよく見て。マイナス0.5、プラス2分の1。2これが同じだって気がついたら、前半2つでこれ0になる。わざわざ書かなくてもいいぐらいで、本当はね。さあ3足す0.8っていう話なんですよ。ね。ただの3.8です。はい。じゃあ次が最後の問題です。 マイナス0.6プラスマイナス5分の2小数と分数になってるよね。覚えてますか小数を分数に直したいときは、これ0.6だから10分の6ね。それから、もしね、マイナス5分の2を小数にしたい場合は、上割る下、2割る5をすればいいんだよね。今回はこれ10分の6にしました。で、後ろも2倍して、ね、 10分の4と分子分母ともに2倍しました。ね、もちろん、約分してね、分母を5にしちゃえってことで、10分の6のところを5分の3にしてやっても、もちろん構わないですね。はい、マイナス10分の10は、マイナス1っていう風になります。 え、過法と原法が混じった計算は、計算の順序を工夫すると簡単にできそうだ。本当に小学校の勉強って大事だな、ということを心から感じて勉強をしましょう。そしたら、頑張ってね。とにかく練習問題だよ、みんな。問題集とかあるでしょ、みんなね。え、ね、私でさえ持ってんだから。あ、これ、これ小学校の、小学校の教科書だ、これ。ね、あの、 練習量が足りないっていうふうな噂もちらほら頑張ってください。じゃあまた気が向いたら続きを作ります。さよなら。